お兄さんはいつも一人で撮影してるんですか？新しい相棒です。どうも熊五郎兄さんです。本日の修理はこちら、じゃん、エレコムメカニカルキーボード、型番は TK-FCK024BK、 エレコムのメカニカルキーボードです。キースイッチはチェリー MX の茶軸で、症状はもう電源が入らないらしいです。お値段1000円で購入しました。ちょっと開封していきます。おお、めっちゃ綺麗です。こんな感じ、テカリも一切なしっていうか使用感がありません。まあ売ってる人の説明書きによると、使った記憶が一切ないと、しばらくしてパソコンにつないだら動かないということでジャンク品として販売されてました。傷が一切ありませんね、めっちゃ綺麗。多分緩みがついてないタイプだと思うんですけど、まあ値段1000円なんでね、大量の茶軸が手に入るって思えばまあ安いのかなと。最悪治らなくてもね、緩みついてないと仕事場とかで使えるよね。結構いるんじゃないかな、緩みがちょっと好きじゃないっていう人も。ああ、いいね、うん、いいんじゃないでしょうか。今回は電源の入らないキーボードの修理をしていきたいと思います。まあ早速動作チェックやっていきましょう。はい、じゃあ動作チェックやってみます。手どけて、認識しないね。スイッチなんかないもんね、全く無反応だね。という感じです。そう、バラす前にテスト当ててみましょうか。ショートしてるかどうかのチェックしかできないですけど。そうだね、特に変なことはないね。はい、それでちょっとバラしていきます。多分電源前だと思うんだよね、電源かケーブルだと思うんだけどね。いや違うな、ここ開いてるな。開けようとした、もしくは一度開けた形跡だよねこれ。何か闇が隠されてる、もしかして。あとはここにネジ隠してる感じもするけど、まあ、とりあえず行ってみましょう。取れた取れた、結構簡単にバラせる、いいね。バラ、ここネジ穴じゃないの？ついてないけど。フレーク取っちゃいます。いや抜けないよこれ。なんかこっちが原因じゃない気がする、こっちだと思うよ、特に理由はない。一応テスト当てます。うん、特に問題ないですね。ここじゃないかな原因は。うん？特に変わったことはないな。ちなみにこれだけで認識するのかな、やってみようか。この基板だけパソコンにつないでみたけど、まあ、特に何も起きなかったですね。ただまあ一応テスター当ててみたけど、特にショートとかもしてないんで、まあ、こっちは大丈夫なのかなっていう気はします。ここにねチップがあって、ここはちょっと検査できませんけど、まあ、多分大丈夫なんじゃないかな、わかんないけど。あとはキーボード側だね、こっち。ただこっちってさ、ショートとかしても別に問題ないんじゃないの、そんなことはない。基本的にスイッチだけで、うん、全く分からん。やっぱりこっち調べるわ。結局キーボード本体ってさ、スイッチじゃん。分かんないけど、あのダイオードがショートしたところでキーボードとしては認識されると思うんだよ。で、まあ、ここにエポキシで固められてる、多分ここの中にチップが入ってると思うんだけど、まあ、これが壊れてたらもうどうしようもないけど、これにうまく電気が供給されてないとかだったらね、まだ望みがあるんで、ここについてる部品をちょっともう一回調べます。調べ方はもう C の1から C の12まであるのかな。コンデンサーは全部容量チェックします。16マイクロファラド。お？ C2 が容量測定できないね。まあ導通はしてなかったと思うんだよね。58キロオームわかんないけどね、ショートはしてない。メモっとくか。 C の3番16マイクロファラド、 C4、 うん、測定できないね。こっちの展開コンデンサーですね、C2 番、これがやっぱりうまくその静電容量を測れないんで、これちょっと一回外してチェックしてみます。このセラミックコンデンサーは壊れないんじゃないかなとは思うんだよね。一応これを外してみます。
取れました、極性見とこう、書いてあるね、すげえ親切な基板だね、マイナスこっちだよって。外した部品は 50V 4.7 マイクロファラド、これねシゲゾーンさんで買ったチェッカーで調べてみます。スタート。あ、生きてるね、キャパシタ4800ナノだから 4.8 マイクロ合ってるね、 4.7 マイクロファラドって書いてあるから生きてるってことか。なんと生きてる。テスターでも一緒、 4.8 マイクロファラドってことはですよ、他の部品が影響したのかな。じゃあ他も外していこう、全部測定しましょう。それでダメならね、諦めもつくし。10番チェックします。700ピコファラド生きてます。おお、わかんないって言ってる。7番が壊れてるな。8番、一緒に壊れるとかなくない？ダメだ、78両方とも認識できない。一応テスターでこう基板上で静電容量を測れなかったコンデンサ単体で調べましたけど、 C の4578 4つ壊れてたね、部品が。そんな壊れるもんなのこれ、何かに巻き添えで死んだのかな。で、残念ながらお兄さんはセラミックコンデンサを持ってません。以上終了。もうせっかくなんで全部外しちゃいます。部品が分かんなくならないように印刷したやつにこう貼り付けてます。これで見るとこの辺は全部ダメだね、電源側のコンデンサが全部壊れてる、こっちは生きてる。これでコンデンサは全部取れたね。はい、じゃあテストしていきます。うん、生きてますね。ということで全部のキャパシタ調べましたけど、この電源の周りのセラミックコンデンサ4つ壊れてますね。でショートはしてなくて開放しちゃってると思います。そんな感じ。はい、部品もらってきました。さっき作ったこれを元にこれを組み立てていきます。手で持つと熱いんだよね。手袋するか、ちょっと気休めにしかなりませんけど布の手袋します。これで熱くはないけど、はい、これで部品交換終わりました。まあ、結局変えたのは1,2,3,4個、ここね、セラミックコンデンサ4個、ここ交換しました。あとは元の部品つけてます。うん、大丈夫っぽいね。じゃあ組み付けていきます。はい、それじゃあ USB つないでいきます。どうだ、ほい、ダメか、ダメ。ちょっと今安定化電源つないでるんだけど、安定化電源から来てる USB の電源で今つないでみたんだけど、この辺ほら今光ったでしょ、多分接触不良よこれ。だからね、この辺いじってるとね、たまにつく。ほら、どこがね接触不良起こしてるかわかんないんだよ。フレキかな、ちょっとパソコンにつないでみるね。ビコビコとかなるかもしんないから、今パソコンにつないであります。光れ光れ。いや、パソコン無反応だね。キーボードが接続されましたみたいなの来ないな。フレキの接触不良じゃないか、こっちのコネクタじゃないもんね。 USB？ いや、それはないでしょ、ケーブルじゃないよね。安定はしないね。ちょっとね、原因わかったかも。これ見えるかしら、これ俺初めて見た、ハンダクラック。1,2,3 本二重トラップですね。セラミックコンデンサー4本破壊とプラスハンダクラック。ちょっとここハンダします。もうとりあえずこの忌々しい無縁ハンダは吸い取ります。最後だけちょっとあえて吸い取り切らないようにしました。このアースのところは割れてなかったね。よし、気を取り直して動作チェックやっていきましょう。
はい、行きます。反応しない、キーボードとして認識してない。で、部品はほとんどチェックしたじゃないですか。で、あと検査できないのは、まあ、ここについてるチップね。あともう一個検査できないのがこの水晶、青いやつで、これ今ちょっと注文したんで、これ交換してダメだったらもうダメで、フレキの接触はテスター当てて調べて、ちゃんとこことここは同通してました。そんな感じ、まあ、届くのに多分 2,3 日かかるんで、また届いたら再開します。はい、届きました。183円、水晶発信紙、戦国伝承さんで購入しました。じゃあこれを交換して、まあ、動くかどうかですね。動かなかったら終わり。じゃあやっていきましょう。はい、これを交換します。で、極性はないみたいですね。でサイズが全然大きいんで、寝かしてつければいいか。こんな感じだね。はい、OK。はい、こんな感じで取り付けしました。はい、この状態で動作チェックします。はい、行きます。スイッチオン。変わらずだな。あー、キーも効きませんね。この USB ケーブルもね、部品として結構価値ありますからね。ね、たくさんのチェリー MX 茶軸ですね。はい、ハンダは外せたと思います。おおおお、取れた。ちょっと感動。なんかこう IC みたいな部品がついてないね。ダイオードしかついてない。やっぱ修理不可なんだよ。うん、まあそれが分かっただけでもよかった。あとこれ一回外してみたいなと思ってたんで、ちょっと外せてちょっと嬉しいです。はい、今回はジャンク1000円のゲーミングキーボードから茶軸スイッチをいっぱい外して手に入れてみたっていうね、そんな動画ですね。あとキーキャップがね、大量に手に入りました。ワンセット分ね、よかったね。本当によかったよ。まあ、ちなみにお兄さん茶軸使わないんだけどね。まあ結局直せませんでした。すいませんでした。結構頑張ったんだよ。でもダメでした。多分制御してる IC が壊れてます。それ以外の部品全部検品したんで。ということです。じゃあまたね。バイバイ。はい、このシーンは録音できてませんでした。本日のスイーツは里の雪、感動風、大豆のプリン、ほうじ茶漬き。里の雪はね、前回抹茶のプリン美味しかったからね。はい、それではいただきます。ほうじ茶の味はあんましないね。小豆の味は強い。大豆の味がすごい強くて、味はね、プリンっていうよりは駄菓子屋のきなこ棒の味がしました。あの20円ぐらいで売ってるやつね。製造者は里の雪食品株式会社。カロリーは124キロカロリー、かなり控えめだよね。実際甘さも控えめです。味はどうだろうね。まあお兄さんの好みではない感じですね。ほうじ茶スイーツ好きな人は結構好きなんじゃないかな。あときな粉の味好きな人も好きだと思う。そんな感じです。はい、ごちそうさまでした。それでは次の動画で。バイバイ。